前田です。社内でねグルメが好きなねメンバーが3人いるので、美食家の3人にね来てもらって何を食べているか当ててもらおうと思います。今回ね用意したのはじゃん、アリ、サソリ、幼虫、コオロギ、バッタ、タランチュラ、クモ、死神チョコ、これめちゃめちゃやばいらしい、バナナと豆腐、何を食べているのか当てるゲーム。ちょっとね、アイマスクも準備したんでね、面白い回答もね出るはずなんで、3人のねリアクションも楽しみながらやっていきたいと思います。本日はね美食家の3人に集まっていただいております。今回の趣旨は出されたものが何かを当てるゲームですからね。まずは1つ目いきたいと思います。これいきますね。OK です、お願いします。え？あ、今触った。すごくいい匂い。全然匂いなくない？いただきます。食べてください。食べる。これ1問目優しいでしょ、多分。これめちゃ優しいです。だっていい匂いするもん。もうこれ僕食べずに答えていいですか？あ、でも待って、これダメでしょ、これダメでしょ。いや、食べなくてももう分かっちゃったもん。いただきます。いいの？あ、うわ、怖っ。なんか冷たい、これ。何これ。ん？あ、分かった。分かった、分かった。これ1問目、本当か。非常に簡単です。レベル1です。はい。え？わかりました。はい、今度は食べなくてもわかる。3、2、1、はい、豆腐。豆腐。おー、すごいでしょ、食べずにいっちゃう。すごい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 。皆さん、今言ったように1問目はサービス問題ですから。いや、こっから来る、いや、次が怖いな。ここからがちょっと皆さん、こっから来るよ、絶対。これみんな食べたことあるものですか？いや、食べたことないものもあります。みんな違うものですか今回？あ、今回も一緒です。あ、一緒でしょ。はい、これちょっと2問目、レベル3。え、誰も食べたことないですかこれ？ないと思うな。あ、これ食べたことない。え、そんな当てれるんですか？ちょっとちっちゃい、ものがちっちゃい。あの場所どこにあるのかもうわからん。あ、もうそう、スプーンにいっぱい乗ってますから。めちゃめちゃ美味しい匂いするこれ。分かった、キャットフードとかだろ、これ。それはちょっとね、ちゃんと食べれるもので用意してありますから。ほら、なんか魚っぽい匂いするもん、これ。食べたことないんだから。うわ、え、なんか毛みたいな感じがあるんだけど。ええ、なんか毛みたいな感じがある。うわいやいや、そう、びっくりしないでください。食べれるもんで、これ。あ、あ、分かった、美食家1号、分かった。すごい。あ、分かった。あ、分かった。なんか分かった。どういうこと、なんか分かった。本当ですか、真ん中の人。タンパク質結構あるじゃん。あ、結構あります。ほら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 、分かった分かった分かった。3、2、1。クモ、アリ、コオロギ。答えは、はい、アリです。もっと言ったら女王アリです。え、アリ食ったの今？はい、アリ、アリです。なんかお尻のところがすごい大きいので、だから前が毛がみたいな感じがある。いいです、いいです。見ていい？いい、アリだ。こちらです。え、全然アリじゃない。全然こぼしてるし。あ、全然食べないよ、全部全部食べましたよ、一口で。豊田さん、大正解。すごいすごいね。アリっぽいもん、だって。なんで分かったの？だって形が、お尻の方が一個とりあえず入れて、お尻の方と前のところが、前のところが毛があるから、お尻がでかいということ。何言ってるか分かりません。何言ってるか分かりません。本気でやればこんな感じ、本気でやればこんな感じ。ほんとかよ、むかつくこれ、ほんとね。これは、多分いけるでしょう。もう匂ってるもんな、なんか。そう、もうこれ、ほんと簡単です。逆にちょっと、口直しです、はっきり。大丈夫、これ簡単。わ、なんかめっちゃいい匂いする。サービス問題、お口直しです。だいたいあれかな、なんとなく。あ、どうですか？ん？あ、わかりました、わかりましたね、これ。やっぱり食べなくても、まだこれ。いきますよ。3、2、1。バナナ。バナナ。あ、あれ？ちょっと、バナナ。正解、バナナ。簡単すぎて間違えましたね。ちょっと。バナナと桃間違えるやついるの？いないよね。3つのメインがあるんで、3人とも食べるもの違います。食べたことないですよね、みんな。これは絶対ない。絶対ない。ないないない、これはない。あれ、今もう入れてるんですか？いや、入れてます。乗りました。あ、もう乗りました。分かったぞ。ちょっと待ってよ。すごい、一人分かった人が。大丈夫。匂いで分かった。分かった。鈴木くんと僕の違うね。違います、3人とも違います。なんかすごい
へぇ入ってるんだけど、さっきの人とてありだったじゃん。いや違う違う、これ毛がすげえあるんだけど、これ触ってもいいですか？触っても分かんないと思いますけど、触ってもいいですよ。あ、触ってもいいんですか？あ、でっかっ。ちゃんと一口で言ってくださいよ。絶対虫だよ、またなんかこれ。うわっ、うわ、絶対虫だよね、これ。いや、虫、虫、虫は絶対間違いない。言えばいい。あ、もしかして、これは分かった。ダメ、食べたよ、さ。あ、早く早く。あ、これ何、これ、これ足だ。あ、あ、これなんか分かった。いや、ジェフさん食べてないから。でも、ね、あ、味はね、一緒。あー、なるほどね、うん、でも、サイズ感とか形で分かるんじゃないですか。いや、そう、分からん。めちゃくちゃ難しい。うわ、これ、こう、足だよね。ヨーダさん、食べて。絶対足だよね、これ。いや、ちゃんと食べてよ。みんな食べてますよ、もうほぼ。はい、一口でいけください、一口で。鈴木くん、そんな音すんの？あ、鈴木さんの方はその音はもしかして分かった。ポテトチップスうわっ、これ何これ。マジ何これ。うわっ、なんだこれ、全然わからん。全然わからんぞ、これ。え、笑ってたんだ。これやばい、これやばくないよ、ちょっと毒があるぐらい。クモな、そっち系。時の足、足多い。じゃあ、3、2、1、はい。幼虫。クモ。幼虫正解。やだー、ほらー、やっぱり。こっちはクモ正解です。おお、足多いもん。サソリです。へぇー。見てもらっていいです。うわ、見るとでも気持ち悪くなりそう、なんか。うわー。バリバリしてるもん。違う、これね、これはちょっと僕文句言っていいですか。はい、全部だってばらけてますもん、足が。だって、あ、その足カブトムシやん、もう。そうでしょ、うん、これちゃんと繋がってればサソリってわかると思うんですけど。皆さん、残すところ最終問題となりました。昆虫とかではないんで、ちょっと一口でガブッといってください。できたらもう匂いかかずに一気にパクっていってほしいです。これはせーので、ガブッと、ガブッと。あ、うん、分かった。美味しい。美味しい。うわぁ。ん？そういうことだね。うん？え？最初は甘いけど辛くなってきた。おい、そういうことだよ。そういうことで。なるほど。うん。でも最初は甘いんですよ。どんどん。怖い辛いけど美味しいな。ほう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 。あ、じゃあ意外ですね、これ、うん、いや、後から来るな、これ。ちょ、パン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 余裕だって。数日前に見た光景じゃない。だよね、そう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 。だからそういう感じになるんだって。余裕だった。この間のこれぐらいだった。いや、いってぇ、いってぇ。3、2、1。チョコレート。辛いチョコレート。激辛チョコレート。皆さん正解です。イエーイ、イエーイ。やば、辛い。もう取っていただいていいですよ。ちょっと開けていいですか。いいです、いいです、多分涙出てるんですよ。辛っ。鈴木さんでも強い。お久しぶりです。いやー、鈴木君強いね。なんかその辛いものとね、虫とかも全然やっぱ美食屋ですね。辛っ。いや、でもちょっと美食のジャンルじゃないですよね。じゃないですね、完全に。気色、気色ですよね。そう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 。あ、ゲームですよね。いや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 、そんなことないですよ。あれですね、昆虫はなんか見ずに食べた方が楽じゃないですか。あー、もう楽。あー、なるほど、なるほど。先入観がないからね。確かに。でもね、味はほぼ一緒ですね。一緒、ね、一緒。一緒だった。あー、じゃあ昆虫は何を食べても一緒と、うん、いやー、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。余裕でしたね。 また次回はちゃんとしたね、ちゃんとしたグルメで。もうちょっと難しいやつがいいですね。まあ、そうですね、うん、じゃあ、ヨウさん最後ちょっと一言お願いします。はい、いろいろ食べましたなんだけど、美味しかったです。ということで、また次回お疲れ様です。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。グッドボタンもお願いいたします。それではまた。辛っ。めっちゃ辛いね、これ。辛っ。まだピリピリする。辛っ。残ってカレー要素どんどん。あれ、どうぞ。
説明してるんですよ。あ、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